ケンユと緑川ゆかのアボトーク。皆さんこんにちは。こんにちは。この番組はアボカド料理研究家の緑川ゆかと沖縄県でアボカドの栽培をしているケンユとでお送りしてます。アボカドを選ぶ、食べる、そして育てる、生産から消費のことまで様々な観点からご視聴いただいている皆さんと一緒にアボカドについて深掘りをしていくトークラジオ兼動画配信となっております。はい、ありがとうございます。ということで、今日のテーマは、適切なアボカドの花の量について、イエーイ。はい。花、フラワー。はい。今日もフラワーについてちょっとやっていきたいんですけれども、はい、まあ多分これが放送されてるのが多分4月の末から5月の頭ぐらいなので、まあ、ちょうど花についてだと思うんですけど、まあそもそもアボカドの適切な花の量、木のサイズに対して咲かせていい花の量みたいなところの考察動画みたいなところをちょっと学術論文をもとに皆さんと一緒に紹介したいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回いくつかこう疑問点があって、一つが花をそもそもたくさん咲かせすぎてはいけないというふうに思ってる一個、これを裏付けるちょっと論文とかを紹介しながら説明していきたい。はい。で、もう一個が、木が大きくないといけない。花をたくさん咲かせるためには。これもちょっとお話ししたいです。はい。今ちょっとみんなこう、もやもやもやってしてると思うんですけど、これ大丈夫です。はい。これ僕のせいです。はい。後でね。はい。5分後ぐらいにファーってなれば、はい。ちょうどいいと思ってるんで。はい。よろしくお願いします。はい。で、ちょっと今回参考にした文献があるんですけれども、ちょっとまあこれをもとに話を進めていきたいです。で、文献が1990年に書かれたアボカドの結実習性と収量構成要素についてという井上博明先生が書かれた文献があるんですけれども、一応こちらの学術文献をもとにちょっと皆さんに情報をお届けしてます。で、今回アボカドの適切な花の量についてなんですけれども、これ最初に言ったアボカドの花をたくさん咲かせすぎてはいけないというふうに言ってるんですけど、本文献の中でアボカドの花がたくさん咲いたら実は収量下がるよねっていう報告がなされてるんですよ。はい、皆さんうんってなってるかもしれないですけど、もうとにかく花がいっぱい咲いたら逆に結実量というかこう果実収穫できる量が反比例して下がる。まずちょっとそこから行きたいと思います。で、この文献の結果をちょっと貼っときます。494ページの下側の表ですね。はい。で、この結果は、ズタノ種、ベーコン種、フェルテ種の、それぞれの木、まあ5本あるんですけれども、花の数と果実がついた個数、そしてそこから割り算されて出されるフルーツの結実率を表してます。なんか、すごい面白い結果になってるんですけれども、フラワーの数が多い、例えばズタノの6年目の花は 241,955 個。5個っていうか。で、果実が18個。で、結実率が単純に割り算するんで、分母に花の数で分子に結実量ですね。で、これ計算すると 0.007% になるんです。まあ、1% 切るんですけど、つまり、あんまりも結実しない。で、ズタノの7年目の木は 96,000 花数ですよね。大体。で、フルーツが30個ついてて、結実率が上がるんです。まあ、これ一例に過ぎないかもしれないんですけれども、で、一方で、今度、ベーコンとフェルテも見ていくと、まあ、結実率ベーコン5年目、1個0になってるんですけど、一方で 238,626 花数ついてるものは、4個しか結実してなくて、結実率が 0.002%。で、フェルテの場合は、57,226 花数で、22個の花で、結実でちょっとだけ上がる。はい。で、これ、あくまでもまあ一例なんですけど、一応まあ花がたくさんわーって咲いても、その花に見合う結実量がつくかっていうのが、アボカドの場合はわからない。むしろ、果実の個数が減るんじゃないかっていう研究結果なんですよね、これ。みんなにわかには信じられないかもしれないんですけれども、まあその、まあ研究者が調べた適切な方法でいろいろ計測してこういう風な情報を出してる。結構面白いです。はい。
で、花がじゃあ咲く条件って何かっていうと、じゃあ開花の要因は一応4つあると思ってて。一つが温度、低温ですね。花芽分化に必要な低温。で、もう一つが乾燥、土壌の乾燥。で、もう一つが、まあ、日の短さっていうのがあるんですけど、短日。で、最後に樹勢なんですよ。4つ。で、花芽分化が起こるのがだいたい11月とか、まあ12月手前ぐらいなんで、その2ヶ月前ぐらいに、やっぱ秋とか冬ぐらいから、低温乾燥、そして日が短くなるっていう条件があって、花芽分化が行われて花がバッて咲くんですけど、この時に樹勢が低下すると、花芽分化しちゃうんですよね。なので、感情白皮やりましょうとか、木を曲げて、強い枝を殺しましょうとか、そういう、まあ、栽培上の処理で、木の勢いを殺すんですけど、それでも花芽分化がなされる。で、木の勢いを殺した結果、花数がたくさん出てきて、だけど、木の勢いがないので、果実が大きく膨らまずに、結実がしなくなるっていう。要はその、目先の花の個数を獲得したがゆえに、結実率が下がってしまう。わかります？難しいね。難しいでしょ。はい。うん、なので、花をたくさん、花が咲いたら、たくさん咲いたら、普通は喜ぶんだけど、他の果樹は大体花数に比例するので、結実量って。なので、こう、自分で、適化して、花、果実の個数を調整しながら、果実の質を高めていく処理っていうのが、他の果実ってできるんですけど、アボカドの場合は、なんか落下するんで、生理落下とか。もう、花がたくさん咲いても、ある程度人為的な調整っていうのが難しいんですよね。で、花がたくさんつきすぎると、受精も低下してる可能性が高いし、大変だよねっていうのが、一応今回の報告なんです。まあ、なので、ここからはまあ、また、なんだろうな、考察というか、さらに考察なんですけど、じゃあ私たちどうしていけばいいのかっていうことなんですけど、11月に花芽分化して、1月2月ぐらいから花が沖縄出てきて、3月に満開になるんですけど、多分、本土の場合は3月ぐらいからだいたいちっちゃい花が出てきて、4月に花が咲いて、5月頭かゴールデンウィークぐらいにバッて満開になると思うんですけど、この花を無理やり半分落とす。無理やり。もうなんかつぼみの状態で。そしたら、なんか樹勢の低下が、こう、起きずに、きちんと、まあ葉っぱとかが育つような、状態になって、で、この葉っぱがきちんと育たないと、おそらく果実がつかない。のかなっていうふうに思われますよね。はい。なので、もし余裕があれば、まあ、無理やり花を落としてもいいのかなと思います。思いました。この文献読んで。はい。でも、はい、いろんな、なんだろうな。その、木の大きさだったり、にも関係してくるよね。そう。うん、そう。あ、うん、もう、あゆちゃんめちゃくちゃ鋭すぎて、さすがやなって思うんですけど、そうなんですよ。で、うん、木の大きさによるんですよ。もう、これ、もうマジで、うん、木が大きければ大きいほど僕はもう、いいと思ってるんですよね。乱暴に言うと。で、木を大きくすると、やっぱり人間が管理するための作業性が落ちますよね。こう、はしご使わないといけないとか、なんか、長い棒みたいなので、果実を収穫しないといけないみたいな。人間が届く範疇を超えるので、なんかいろいろ道具が必要になるんですけど、もう、アボカドの場合は、そうしていかないといけない果樹だとも思うんですよ。メキシコとか、栽培地の現地の様子を見ると、やっぱ大木で、木がめちゃくちゃ大きくて、50年木とかそんな感じの木で、果実いっぱいならしてるんですけど、ハスとか。もうそういう風に栽培をしていった方が、とてもアボカド自体の持っている性質をうまく、カバーできるんじゃないって思ってるんです。で、っていう結果も一応この本文献にあるんですけど、ちょっとまたいっぱい数字が出てくるんで申し訳ないですけど、表4、495ページの表4をちょっと眺めてほしいんですけど、はい。はい、これ木が12本あるんですよね。はいはい。ズタノが5本、ベーコンが2本、フェルテが5本で、12本あって、1980年から1988年の8年間の、すいません、9年間ですね。80年からなんで、9年間のアボカドの、まあ、結実量を示してるんですけど、の時間的変化。で、上に、
ツリー、ツリー2、ツリー3っていう風に番号振られてるんですけど、このアボカドの木の年齢が書いてあるんです。はい。例えば、ズタノンのツリー1だったら、6年目の木から14年目の木の量だよ、みたいな書いてあるんですけど、これをちょっと俯瞰してみると、木が大きくなればなるほど、収量が上がっていくっていうことがわかるんです。まあ、例外もありますけど、例えば、まあ、一番下の方が本当にわかりやすいんですけど、フェルテとか、木が一番下の37年木とか、39年木とか29年木あるじゃないですか、この1988年。はい、もうなんか果実の個数が1000個とかいってるところがあるんですよね。はい。はい。もう本当600個とか、186個とか、1300個。まあ、なので、木が、まあ、30年とかすると、まあ、物理的に木のサイズも大きくなりますよね、多分。そうすると、やっぱり、個数が増える。で、若い状態、まあ、5年とか6年とかって、そんなに木のサイズも大きくないし、花はもちろん 何万かって咲くと思うんですけど、多分落ちるんですよね。木がちっちゃいんで。なので、10個とか20個とか、まあ、そのくらいのフルーツの個数しか、もう物理的に支えることができない。というふうに思われます。で、最近はこう、やっぱり日本とかって風も多いし、ね、こう、なんかこう、ちっちゃく、コンパクトに、こう、仕立てるようなことがよくされますよね。いろんな果樹って。まあ、されるんですけど、こう、イチジクとかも一文字仕立てって言って、めっちゃ水平にバーって曲げて、仕立てるとか、まあ、ブドウとかみたいに棚を作って、ある程度の高さで、こう、全部枝をバーって張ってしまうとか、もうとりあえず低く横にっていう、まあ、栽培方法が主流なんですけど、アボカドの場合はもう、それに当てはまらないんじゃないかなっていうふうなことも思われますよね。この結果を見ると。マンゴーとか結構曲げるじゃないですか。こう、まあ、曲げるんですけど、こう、排状型って言って、横に引っ張って曲げるんですけど。あんな感じでやってもあんまり良くないんじゃないかなっていう風に思われますね。どう思いますか？どう思いますかっていうのはあれだけど。難しいな。はい、他のその私は果樹の栽培方法とかが、その詳しくないから、うん。うん。その比較っていう部分にちょっと難しい。うんうん。あるんですけれども。まず私たちができることは、うん。気が若いうちは、うんうん。もう、どうせ花がバッてたくさん咲いても、この花がたくさん咲くっていうことは、おそらく受精低下を暗に示しているような可能性があるんで、もう、幼木の時は花摘みましょうってみんな理解はしてると思うんですけど、もっと摘んでもいいと思うんですよ。もう6年とか7年とか8年の木はもうもっと摘んでもいい。で、ある程度15年ぐらいしたらようやく、まあ、満足いくような、こう、木が咲かせた分だけ、もう任せてもいいとは思うんですよ。なのでも鉢植えとかも相性が悪すぎる全鉢植え栽培の人から多分お前はってなるかもしれないですけど、いや相性いいか悪いかと言ったら良くはないと思う。まあでもできますよ、全然できますけど、うんうんうん、はい、他の果樹に比べてやっぱり受精こう花がバーって落ちるというか果実もバーって落ちるんで、うん、はい、気をまず大きくしましょうっていうのがあるかなと思います。うんうんうん、じゃあその花を取りましょうっていうのは、今のお話の流れだと、路地の方。そうですね、もう路地。路地ってことですよね。鉢植えの人はどうですか？鉢植えの人は、もう、こういうことがあるっていうのを分かって栽培するっていう必要があると思います。まあ、なので、低収量だけれども、うん、もう、結構その、自分の幸福を満たすためにやっていくみたいな。なんで、うん、こう、ハウスとかで、攻撃制限の鉢のポットを使ってアボカドの栽培をして農業しますみたいな流れって多分非常に相性が悪いと思うんですよね。うーん、やっぱ木が鉢植えって攻撃栽培すると木がちっちゃくなって、うん、樹勢もね、根が張らないから、あれって無理やり樹勢を強くしない、強樹勢にしないような栽培なんですよ。うん、でアボカドの場合は樹勢が弱いと花数が増えて結果量が下がるっていうことがデータがあるので、ちょっと難しいのかなって、うん、思いますね。なるほど。はい。
ジュエ。ロジ。ジュエとロジと。はい。気を大きく30年目ぐらいにして、1000個とか取るっていうのが、いいのかも。収量をね、多くしたいっていう人はっていうことですよね。そうですね。増やしていきたいっていう人はってことですよね。もうロジ、ジュエが、マスト、マストっていうか。マストになってますね。で、花を摘むと。いや、でも、面白い結果だと思うんですよね。こういうのは。なるほどね。はい。花を取ればいいっていうことになるの、うん、それは。うん、そういう風にせざるを得ないというか、花がたくさん咲いても、結実しないので。うん、ああ、そういうことか、そういうこと。はい。木が、どんどん樹勢が低下してしまって、はいはいはい。っていう流れに悪循環になるので、もう咲きすぎるので、アボカドの場合は。はい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 。もう半分落とす。うん、もしくは4分の3落とす。最初の段階で。はいはい、はい。で、いいとは思います。ちょっと冒険が入ってるけど。ということで、終わりましょう。はい、終わりましょう。はい。はい、なるほどね、はい。難しい話でしたけれども。はい。で、また、うん、何かしらの、こう、情報があれば、論文の情報があれば、皆さんと一緒にこう、シェアしていきたいなと思います。はい。では、まあ、文献貼っとくので、文献ちょっと読んでください、ね。よろしくお願いします。ということで、今回も面白かったよ、ためになったよという方は、ぜひ、いいねボタンを押してください。よろしくお願いします。また、こういうことが気になるよという方は、コメント欄でシェアして、いただいたり、今回の放送を聞いて、まあ、こういう栽培どうですかとか、いろいろ不安がある方は書いてください。よろしくお願いします。ということで、皆さん、今週も一週間楽しく過ごしてください。またね、バイバーイ。バイバーイ。